ゴリゴリ系の上司より、その辺のベテラン社員の方が意外とお金持ってる。はい、どうも、パスタオです。今回は、50代、60代が投資でハマる罠、新ニーサとどう向き合うべきか、というテーマでお話します。そろそろ真剣に老後資金を準備したい。何やら2024年から始まる新ニーサとかいうのがすごいらしい。このビッグウェーブに乗りたいけど、50代、60代でも使っていいの？こんな風に考えている50代、60代の方、いるんじゃないでしょうか。実は50代以上の方こそ新ニーサの使い方がめちゃくちゃ大事になります。こちらは年代別のニーサの口座数と買付額のグラフです。これを見ると口座数は30代から50代が多くて60代以降は少ないんですが、買付額で見ると50代から70代が圧倒的に多いんですよね。50代以上の方は子育てなどが落ち着いて投資に回せるお金が増えるため、こうした傾向があるそうです。ただ実際のところ50代以上になると会社の退職も近づいて収入が減る未来も見えてくるので、たとえお金はあっても使い方を間違えないことが重要になります。特に新ニーサは投資枠が大きいので、あらかじめどうやって使うか投資戦略はちゃんと考えるべきだと思っています。そこで今回は50代60代の方がやってはいけない投資ややるべき投資についてお話します。この動画を見ると次のことがわかります。50代以上が絶対にやってはいけない投資、50代以上がやるべき投資、資産運用より大事なこと。50代以上って言ってるんですけど、全年代に共通して参考になる内容だと思うので、ぜひ最後までご覧ください。動画が良かったらチャンネル運営の励みになるので、ぜひ高評価とチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。本編の前にお得なキャンペーンのお知らせです。こちらに挙げているお金や投資の有料書籍が今だけ無料で読むことができます。メールアドレスの登録など簡単な条件で受け取れますので、お金の勉強をしたい方にはおすすめです。気になる方はキャンペーンが終わる前に概要欄や固定コメントのリンクから読んでみてください。まずはじめに50代以上が絶対にやってはいけないことについてお話します。これは結論ですね。退職金などの老後のために貯めたお金をがっつり使って何かをすることです。何かっていうのは、例えば事業投資や株式投資などですね。よく退職金を使って夢だったカフェをオープンしましたとか、株式投資にがっつり回しましたみたいなニュースってあると思うんですけど、そういう感じです。こうした行動の背景には、50代以降の人が陥りがちな考え方があると思っていまして、どういうものかっていうと、運用期間が比較的短いっていう自覚があるので、短期間で利益を狙って、株式などハイリスクな商品を安易に選びがちになるっていうものですね。特に退職金などでまとまったお金が入るので、これなんかしないともったいないんじゃないっていう風に思って焦って選んでしまう人が多いように感じています。もしかしたらギクッとした人もいるんじゃないでしょうか。今ギクッとした人って言い方は悪いんですけど、金融機関のカモにされやすい状態にあると思っています。私もですね、過去に銀行で働いて投資商品を売っていたことがあるんですけど、上司とかによく言われたのは、60代以上の貯金残高が多い方々を中心にテレアポをするみたいなことでした。特に今って40代後半くらいから退職金上乗せで希望退職を募集する企業も増えていて、まとまったお金を急に手にする人が増えていると思います。ただ運用するスキルがないから金融機関の言いなりになってしまう恐れがあるっていう感じですね。これはかなり危うい状況だと思います。個人的に特にやってはいけない投資っていうのが3つあると思ってまして、それがこちらです。1、詐欺まがいの商品への投資。2、借金をする投資。3、ハイリスクハイリターンの投資。順番に見ていきます。まず一つ目の詐欺まがいの商品への投資なんですけど、これは代表的なもので言うと毎月分配型の投資信託ですね。特にタコ足配当の商品を選ぶことです。毎月分配型っていうのはその名の通りで、毎月分配金が支払われる投資信託なんですけど、タコ足配当って聞いたことありますかね。タコ足配当銘柄っていうのは十分な利益がないのに過剰な配当金を出す銘柄や投資信託のことです。見た目的には配当金がすごく高いので魅力的に感じられるんですけど、実際は資産を売却したり、それまでの積立金を取り崩したりして配当金に回しているだけで、業績や財務状況に問題がある可能性が高いです。この仕組みがタコが自分の足を食べるのに似ていることから、このように表現されます。タコ足配当銘柄は運用益だけではなくて元本を配当として支払っているので、投資信託の基準価格が下落しやすく、元本損失のリスクが高いと言われています。めちゃくちゃ怖いですよね。じゃあどうやってそういうタコ足配当の銘柄を見分けるかっていうと、配当成功という指標を使うと見分けられます。配当成功っていうのは、一株あたりの配当金額割る一株あたりの利益 ×100 で求められる割合で、利益の何パーセントを配当に回しているかを表します。一般的な配当成功は 30% 程度なんですが、タコ足配当をしている企業や投資信託は 100% 以上になっています。つまりですね、利益以上の金額を配当に回していることになります。これは結構わかりやすいですよね。
ただこういうタコ足配当の銘柄ってタコ足配当だから危ないよっていうところで大体説明が終わると思うんですけど、実はタコ足配当自体がダメなわけではないです。というのもですね、一時的にタコ足配当になってしまう銘柄っていうのもあるので、必ずしも配当成功が 100% を超えているからダメっていうわけじゃないっていうことですね。例えば有名な大手総合商社の三菱商事も2021年の3月の決算は一時的に配当成功が 100% を超えていました。ただこれにはちゃんとした理由があったんですね。もともと企業の株主還元の方針的に増配の計画を出していて、この時も一時的に損をしただけで翌年以降に利益が回復する見込みがあったので、変わらずに配当を支払って 100% を超えてしまったという感じです。実際にそれ以降の配当成功を見ると 23.6% と 22.2% っていうことで全然問題ないことがわかります。一時的にタコ足になるっていうのはどこでもあり得る話なので、配当成功 100% 超えてるからもうダメっていうことでもないんですね。ただとは言ってもそうやってまともなものもあるんですけど、見分け方ってやっぱり難しいんですよね。なので毎月分配型のそういう商品を選ぶくらいなら他の商品を選ぶべきだと思っています。続いて二つ目が借金をする投資ですね。これは例えば不動産投資が代表的なものだと思います。不動産投資についてはリートみたいに借金せずにやれるものならいいんですけど、それまで不動産投資をやってこなかった素人が新たにローンを組んでまで不動産を買うのはお勧めしません。確かに不動産投資で成功している人もいるので完全否定はしないんですけど、リタイア後の素人が借金をしてまでやるものではないと思っています。もちろん資産がめちゃくちゃあって相続対策とかのためにやるならありだと思っています。ただ不動産投資みたいなリスクのある投資はちゃんと勉強してから取り組む必要がありますし、不動産投資って言いつつ不動産経営っていう一つの事業なので、特に普通の人の場合は老後に収入が減る場合も多いので失敗すると取り返しがつかなくなっちゃうんですよね。20代から30代みたいな損をしてもまだ稼いで取り返せる人ならやってもいいと思うんですけど、50代から60代になったらリスクを負って攻めるっていうよりもリスクを下げて着実に増やす方が大事だと思うので、全くの素人から新しくローンを組んで不動産投資をするっていうのはあまりお勧めできないかなと思っています。最後3つ目がハイリスクハイリターンの投資です。例えば仕組み債、外貨建て保険、FX、バイナリーオプション、レバレッジ型の投資信託、暗号資産といった類のものですね。これらは金融庁が注意喚起しているものもありまして、大きく儲けられる可能性もあるんですけど、失敗した時の損失も非常に大きいです。退職後にまとまったお金が入ると、この資産を活用して楽にたくさんお金が増えたらいいなっていう願望って誰しもが抱くと思うんですけど、そんな攻めた投資をしないでローリスクローリターンでコツコツ増やす程度でいいんじゃないかなと思っています。例えば代表的な株価指数のみんな大好き S&P500 も過去30年の年率リターンは約 10% でした。1年で 10% かよっていうと物足りなさを感じるかもしれないんですけど、これは約7年で2倍になるっていうすごい数字です。その一方でリスク、つまり値動きの幅は 18.4% ありました。なのでざっくり2割くらいは上下に動くっていうことです。この振れ幅が大きいと見るか小さいと見るかは人それぞれですね。もし今の話を聞いて、いやーちょっとリスクが高いなっていう風に感じたら、もっとリスクを抑えてローリスクローリターンの投資を選んでいいと思います。例えばアメリカの幅広い債券に投資できる代表的な債券 ETF の AGG っていうものがあるんですけど、そのパフォーマンスはこんな感じです。こちらは過去15年の年率リターンは 2.6% と低いんですけど、リスク 4.5% とめちゃくちゃ低いです。なので手堅く運用して少しお小遣いが欲しい程度ならこれでもいいんじゃないかなと思います。以上が私が考える50代以上が絶対にやってはいけない投資です。次に50代以上がやるべき投資についてです。これは結論ですね。正解や最適解にこだわらず、自分のリスク許容度を知って運用に回せる金額を考えた上で投資することだと思います。まどろっこしい言い方になって大変申し訳ないです。冒頭でもお話ししたんですが、新ニーサをどう使うべきか、正解は何なのかという部分で悩んでいる人って多いと思います。やっぱりこれから個人が投資をする上で避けては通れないのが新ニーサの活用なんですよね。新ニーサの正解や最適解っていうのは、年間360万円ずつ投資して最短の5年で生涯投資枠1800万円の枠を埋めた方がいいとか、投資先は分配金なしの投資信託一択とか、そういう意見が目立つと思います。新ニーサ関連の発信でよく言われることですし、私も最短コースで投資する予定なんですけど、これは万人にはお勧めできないなと思っています。それはどうしてかっていうと、無理に満額投資しようとするとリスク許容度を余裕でオーバーしちゃうからですね。
いやいや、そんなことないでしょっていうふうに思うかもしれないんですけど、皆さんが思ってる以上に自分のリスク許容度って低いんですよね。例えば、この前免許更新に行って講習を受けたんですけど、交通事故を起こす人は運転が苦手と思っている人より、運転が得意と思っている人が多いそうです。それを聞いた時に、これってめっちゃ投資にも似てるなっていうふうに思ったんですよね。投資をしている人って自分のリスク許容度を見誤りがちだと思います。じゃあリスク許容度ってどれくらいなのかっていうと、例えば投資の名著として有名なウォール街のランダムウォーカーによると、年代別の資産配分はこんな感じがおすすめだと書かれています。まず20代は株式 70%、 債券 15%、 不動産 10%、 現金 5%、 続いて30代から40代が株式 65%、 債券 20%、不動産 10%、 現金 5%、 50代が株式 55%、 債券 27.5%、 不動産 12.5%、 現金 5%、 60代が株式 40%、 債券 35%、 不動産 15%、 現金 10%。 こちらですね。これを見てどう感じるでしょうか。ここでわかるのは、要は年代に応じて安定資産への割合を増やすのが大事だということです。ただ率直な感想として、60代以降でも株式 40% って結構ファンキーだなっていうふうに思いました。今の話を聞いて、資産配分ってそんな大事なのっていうふうに感じた人もいると思うので、少し具体的な数字を使ってお話しします。例えばですね、仮に退職前に貯金が1000万円あって、その後退職金で1500万円入ってきて、貯金2500万円で老後を迎えた人がいたとします。収入は年金のみで、会社員プラス専業主婦で月20万円くらいの年金が入ってくるという想定です。老後の平均生活費は27万円だそうです。それを当てはめると、年金が20万円なので月7万円、年間で84万円が不足する計算になります。そこから95歳まで生きて、老後年数が30年間だったとすると、84万円 ×30 年で2520万円が不足します。これだと貯金2500万円あっても、貯金だけだとほぼ使い切るイメージですね。ただ実際のところ、老後の生活費ってどんどん少なくなる人が多いみたいなので、この通りにはいかないと思います。あくまでざっくり計算ですね。こうして貯金が不足する未来が見えると、もっと生活にゆとりが欲しいから投資で増やそうと思って新NISAの活用を検討すると思います。その時にですね、よし、貯金が2500万円あるし、1800万円を新NISAで全世界株式に全突破するかとはまずならないですよね。特に株式はリスク、値動きの幅が大きくて、インデックス投資でも短期で見れば暴落時にマイナス 50% 程度になることもあります。1800万円投資してマイナス 50% になったら、評価額は900万円で、資産は900万円減って1600万円になってしまいます。資産全体で見るとマイナス 36% ですね。もともと投資をしていて、こういう値動きに慣れているとか、年金以外にも収入源はあるから特に資産額は気にしないみたいな強者だったらいいんですけど、普通の人は引くほどビビると思います。これが一つ目のリスク許容度ガン無視で投資をしたパターンなんですけど、じゃあさっきの例の通り、株式 40% で運用するとどうなるかを見ていきます。この場合、運用資産は2500万円の 40% で1000万円です。仮にマイナス 50% の暴落が来たとして、1000万円投資していたらマイナス500万円で、評価額は500万円になります。これでもだいぶマイナスは大きいんですけど、この場合は資産全体で見たらマイナス 20% の下落で済んでいます。これが資産配分した効果なんですよね。こんな感じで、資産のどれくらいなら投資に回して下がっても平気そうかっていうのをチェックすることが大事だと思います。続いて投資先の選び方ですね。自分のリスク許容度が分かって、投資する金額が決まったら、次に何を選ぶべきかっていうところが気になると思います。これについては自分の目的や方針に合わせて買えばいいと思うんですけど、それだと何にもならないので、こんなところがいいんじゃないかっていうのを2つ挙げてみます。まず1つ目が投資信託ですね。これはもう王道だと思うんですけど、やっぱり基本は全世界株式などの投資信託プラス現金のポートフォリオを作って、必要な分だけ売却したり、定額や定率で定期売却をしていくっていうのが基本になるかなと思っています。 SBI 証券や楽天証券などのほとんどの証券会社では、こうした定期売却サービスっていうのがあるんですよね。これなら一度設定してしまえば、毎月決まった額のお小遣いをもらうことができます。仮に先ほどの資産2500万円のうち 40% の1000万円を投資したケースで言うと、毎月5万円を取り崩して年率 5% で運用できたとすると、資産の寿命は35年となって、65歳から取り崩し始めたら100歳まで取り崩しができるということになります。これプラス運用に回していない貯金があと1500万円あるっていうことですね。資産運用で毎月月
5万円入ってきたら結構大きいと思います。運用に回す金額や取り崩す金額はいろいろ調整できるので、ご自身の状況に合わせて変えれば OK です。今回は大和アセットマネジメントさんの取り崩しシミュレーションを使ったんですけど、ネット上にはこういう取り崩しの計算ツールがたくさんあるので、ぜひいろいろ触ってみてください。続いて2つ目の投資先が、高配当 ETF や債券 ETF です。投資信託がいいっていうのは分かってるけど、どうしても取り崩しが気持ち的に嫌だとか、不労所得が欲しいという人は、分配金を出してくれる高配当 ETF や債券 ETF も選択肢に入ると思います。それでどうして ETF にするかっていうと、理由はシンプルで、個別株よりも簡単だからですね。個人的に個別株は難易度が高いので、あまりお勧めしていません。ほとんどの人は ETF でいいと思っています。それで高配当 ETF に関しては、やっぱり外国の ETF がおすすめです。例えば VYM や HDV、SPYD などの銘柄ですね。ただ外国の ETF に共通する問題として二重課税、つまり現地と日本の両方で税金が発生することがあります。現地で 10% 取られた後、国内税もかかるので、手取りで言うと約 72% ぐらいまで減っちゃうんですよね。でも NISA で投資をすれば売却益や分配金が非課税になるからいいんじゃないのっていう風に思うかもしれないんですけど、 NISA でも国内課税分は非課税になるんですけど、現地課税の 10% は発生します。これもあって外国の高配当 ETF だとちょっともったいないかもっていうのがあるんですよね。そう聞くと、じゃあ現地課税がかからない日本株の高配当 ETF でもいいんじゃないっていう風に思うかもしれないんですけど、よく言われる話で日本の高配当 ETF はいまいちなものが多いんですよね。だから日本株に投資をする場合は自分で個別銘柄を組み合わせて高配当ポートフォリオを組むのが流行っています。なので高配当株銘柄の発信をされる方って結構個別株の発信をされる方が多いですよね。ただこれは正直めちゃくちゃ難しいです。高配当株投資ってなんかとっつきやすくて初心者向けみたいなイメージがあるかもしれないんですけど、全然そんなことないと思ってます。むしろかなり上級者向けなので、投資初心者、特に老後から投資を始める人が手を出すものじゃないと思ってます。分配金や配当金が欲しいならおとなしく ETF に投資するのがおすすめですね。それと高配当株投資に関してよくいただく意見の中で気になったものがあるので、このパートの最後にそれについてお話します。よく高配当株は投資信託と違って株価が下がっている時も配当金がもらえるから嬉しいんだよという意見を目にします。確かに ETF であれば無配当にはならないと思うんですけど、減配、分配金が減るっていうのは普通にあります。加えて高配当 ETF については S&P500 とか全世界株式とかそういう指数に比べて株価の回復が遅い場合もあります。こちらに出しているのは S&P500 の ETF の VOO と代表的な高配当 ETF の VYM、HDV、SPYD を並べたグラフです。青が VOO、 黄色が VYM、 オレンジが HDV、 紫が SPYD を示しています。これを見ると2020年のコロナショックでは当然みんな大きく値下がりしています。そこから回復相場でどんどん株価は戻っていったんですけど、 S&P500 が2020年の間に戻ったのに対して高配当 ETF は回復に少し時間がかかってますよね。もちろんその間も分配金はあったんですけど、その当時って分配金を減配する ETF も結構ありました。つまり何が言いたいかっていうと、高配当 ETF の場合、そうした暴落相場が来ると株価下落と減配のダブルパンチを食らうこともあるっていうことです。俺は評価額がマイナスになっても配当金がもらえればそれでいいっていう人は構わないんですけど、そうじゃないなら高配当 ETF じゃない方がいいかもしれません。もしくはそれが怖い人は多少利回りが下がっても暴落耐性がある ETF を選ぶのはありですね。例えば ETF で言うと連続増配銘柄で構成される VIG は暴落耐性が強い ETF として有名です。 VIG に関してはリーマンショック時は S&P500 より下落率が小さくて底値からも早く回復したっていう実績をやたらと販売文句にしています。なので安定感を求める投資家に人気ですね。 VIG の利回りは収録時点で 1.9% と決して高くはないんですけど、値上がり益も期待できる ETF として人気があります。それか値上がり益はいらないから分配金だけ欲しい、でも大きな値下がりは怖いっていう人はもはや株式ではなく債券っていうのもありだと思います。 NISA で個人向け国債は買えないんですけど、一般 NISA なら ETF は買えるんですよね。なのでおそらくですが、新 NISA でも成長投資枠で債券 ETF は買えると思うので、そうなったら AGG や BND などの債券 ETF もいいんじゃないかなと思っています。
こちらについても過去5年の実績を見ると AGG も BND もほぼ同じ値動きをしていて、値動きの幅も小さいです。分配金の利回りは収録時点で AGG が 3.16%、 BND が 3.09% とかなり高いので、生活費の足しに分配金だけ欲しいっていう人はこういう債券 ETF も十分にありなんじゃないかなと思います。ということで、ここまでつらつらと好き勝手話した通り、株式投資はすごくハイリスクな投資です。なので、そもそも自分に株式投資が向いているのか、他の選択肢はないのか、まずそこから考えるべきだと思います。特に新NISAに関しては、一般的な正解や最適解っていうのにこだわらずに、自分の目的に合わせて使うっていうのが大事ですね。いろいろ言っちゃって混乱したかもしれないんですけど、投資に関してお伝えしたかったのは以上になります。ここまで全体的な投資の考え方とか新NISAの使い方みたいな部分をお話ししたんですけど、最後にお伝えしたいのが資産運用よりも大事なことについてです。それが何かっていうと、できる限り生活費を抑えて収入大なり支出の状態を作ることです。これがなぜ大事かっていうと、老後に資産運用しなくて済むならそれがベストだからですね。例えば極論ですけど、老後の生活で3000万円が不足するとして、貯金が5000万円あったら計算上は投資なんてする必要ないじゃないですか。なので、できる限り生活費を抑えてリスクを負わずに済む方向に持っていくのが大事だと思っています。今まで散々投資の話をしてたのに、なんで最後にこんなちゃぶ台ひっくり返すような話をしたかっていうと、自分がネットの記事とか YouTube とかで老後の資産運用に関する発信を見ていた時に、ふとこれ自分の両親に勧められるかなっていう風に疑問に感じたからです。ちょっとだけうちの両親の話をさせてもらうんですけど、うちの両親のプロフィールはこんな感じです。60代で資産運用歴はなくて、田舎の実家で生活しています。両親はどちらも典型的な会社員で、定年まで一つの会社で勤め上げました。投資とは無縁でしたし、転職や副業も一切してきませんでした。なのでリスク許容度に関してはゴリッゴリに低い上に、金融知識にも疎いです。それもあってですね、郵便局や銀行から何か投資商品の案内をされたら教えてくれとだけ伝えています。両親の現在の生活ぶりはどんな感じかっていうと、老後までに貯めた貯金プラス年金で生活しているというよくあるパターンです。なので決して裕福な老後生活を送れているわけではないんですけど、たまに旅行に出かけたり子供たちの家に遊びに行くくらいの余裕はあります。基本的には田舎で自給自足の生活を楽しんでますね。畑で野菜を育てて、田んぼでお米を作って、スーパー行ったら肉や魚だけ買ってくればご飯ができるみたいな生活です。あとは地域の活動や家の DIY、庭の手入れをして楽しんでいます。老後のスローライフをめちゃくちゃ楽しんでるんですよね。そういうスローライフを楽しんでいる両親に対して、投資すればもっとお金が増えて豊かに生活できるかもしれないよとは正直言いたくない自分がいます。今も十分に自分たちで工夫して収入大なり支出の状態を作って生活できているので、そこに新たに悩みの種を与えたくないんですよね。もちろん投資に興味を持ってお任せでいいからやってみたいと言われればめっちゃ協力するんですけど、決して無理強いはしたくないっていうのが本音です。最後は完全に私の感情面の話になっちゃったんですけど、まとめると、無理に投資をせずとも生活費を抑えて収入大なり支出の状態を作ればもうそれで十分じゃないですかっていうお話です。ただ少しでも資産を増やして後世に資産を引き継ぎたいっていう気持ちがあるなら、投資にチャレンジするのは全然いいと思います。心がざわつかない範囲でぜひやってみてください。まとめの前に投資に役立つアプリのご案内です。日本株、米国株、暗号資産など様々な投資の情報をまとめて知りたい人は多いと思います。そんな方はこちらのムームー証券のアプリを使うと、投資の最新情報をまとめてチェックできます。とても使いやすくて、私も今はこのアプリを使って相場をチェックしています。銘柄分析やスクリーニングもしやすいですし、機関投資家の動向確認、例えばバフェットさん率いるバークシャーハサウェイのポートフォリオが見れるとか、面白い機能もあります。これが全て無料で使えるので、このアプリは本当におすすめです。興味のある方は概要欄の URL からダウンロードしてみてください。それと公式 LINE を始めました。こちらでは交流会、オフ会などのイベントや無料相談の告知、お得情報の配信、無料プレゼントの配布などを行う予定です。それとファイヤーに関心がある人同士でつながれるファイヤーカフェというオンラインコミュニティの案内もしています。ファイヤー済みの方や節約、投資、副業などお金系のインフルエンサーの方を中心に、すでに30名以上の方が参加していて、情報交換やオフ会などを行っています。自分で言うのもなんですが、参加者の質は高いと思います。興味のある方はぜひ概要欄や固定コメントから LINE のご登録もお願いします。まとめです。
今回は50代60代が投資でハマる罠、新ニーサとどう向き合うべきかというテーマでお話しました。人生の先輩方に対して意見する格好になってしまって恐れ多すぎるんですけど、今回の話が何か少しでも参考になったら嬉しいです。皆さんが考える老後に向けた投資戦略や新ニーサ戦略があればぜひコメントで教えてください。今回の動画は以上です。動画が良かったら高評価とチャンネル登録、それと LINE のご登録もお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。